自分の好きな辛味料理を食べることでセロトニン、ドーパミン、エンドルフィンなどの幸せホルモンが分泌され、心理的ダメージを回復させる効果があります。また、幸せホルモンの効果で痛みやストレスを軽減し、精神を安定させ、ポジティブな気持ちにしてくれます。では、いただきます。どうですか？これ分かる？パブル。分かる？パブル分かんない。分かんない。お野菜麻婆。え？お野菜麻婆です。ゼロカロリーですね。これなんでおをつけてる野菜に。お野菜。え？お野菜麻婆。ヘルシーですよね。こんな麻婆ある？これ全部油ですよね。ゼロカロリーですね。リキンキプレゼンツ、ストレスを吹き飛ばす辛味中華料理の祭典、天下分け目の辛味戦が開催中。10月1日から12月9日までの間、全国津々浦々の中華料理参加店舗でおすすめのストレスを吹き飛ばす辛味メニューが食べられます。さらに料理の写真を SNS に投稿すると豪華商品がもらえるというキャンペーンも。今すぐイベントサイトをチェックしてね。